サージカップメックです。今日はですね、歯のお手入れシリーズですね。歯、お金がないラッパーとか漫画家とかお笑い芸人とか、お金がない人でもやりくりできる歯が白くなる方法を僕見つけたので、こちらのご紹介します。やっぱりね、歯の印象っていうのはね、初めましての人に大きなインプレッションをね、第一印象を与えますので大事かなと思います。ちなみに僕は43歳のラッパーなんですけど、海外移住ラッパーメックと申します。僕はね、43年間生きてきて1回もホワイトニングっていうのをしたことありません。なのでちょっと黄色くなってなりかけてます。そしてまあ僕の食生活とか生活はどういったものかというと、カレー大好き。そしてなんなら今月からインドに住みます。カレー大好き。あとはワインもたまに飲むし、タバコは吸わないんですけど、メキシコとかタイにいるときはタイマーはたまに吸うんですけど、タバコは吸わないです。ただね、コーヒー毎日すごい飲むんです。コーヒー、何にしろ現代生きてる現代人の皆様は結構なんやかんやっぱり歯が少しずつ黄ばみやすいような生活習慣をしてる人がまあほとんどだとは思うんですね。まあそんな中ね、ちょっとホワイトニングに興味を持ち始めた人いると思うんですけど、だけどなかなかやっぱりそのマシンを使ったり、そういうクリニックに行ったりっていうとこまで腰が上がらないみたいな人も、まあ僕はそれなんですけど、そんな中僕はね、見つけた商品があります。それがまあさっき冒頭でちょっとお見せしたこちらのアクティブワオなんですけど、こちらね、どこで買ったかと言いますと、まあ概要欄に書いておきますけども、Amazon で買いました。何種類かあのフレーバー、味があるんですけど、僕はミントフレーバーにしました。まだ僕、まだこれ買って、届いて使ってないんですけど、1回目からすでに効果が現れるっていうレビューが多くあります。で、アメリカのね、このレビューも見ていただくと、分かってくるんですけど、見えてくる、その中のなんとなく様子が伺えるんですけど、レビュー数がめっちゃ多いんですよ。もう大体高評価なんですね。大体の人が。だから、まあそういったところからもちょっと信用を置ける可能性が高いっていうところで、信頼性が高いと僕は思いまして、この度ちょっと買ってみました。これの成分なんですけど、こちらはね、ココナッツを炭にしたものが主な成分となっております。まあオーガニックなんですね。なのでまあ体にもそんなに害はないんではないかっていうところもポイントが高いところではありますね。昔からココナッツっていうもの自体にその吸着作用っていうのが強いんですね。なので色素だったりいろんなものをね、引っ張り上げてくれるというか、くっつけて水と一緒に流すという、そういう原理となっておりますね。あとそのココナッツを炭にしたものは老廃物を出すっていう、体内から老廃物を出すという作用もございます。ですので、こちらの商品はですね、製品はですね、口に入れても一応大丈夫なものになってそうですね。はい、そしたら実際ね、ちょっとこれ開けてもうやってみましょう。もう一回これも実践やってみましょう。もう今開封しました。ちょっとちっちゃいこんな感じなんですよ。何回使えるのかな、それも後で調べて何回分ぐらい使えるかね。ついに人生初のホワイトニング43歳ということでね、開けてみます。お、中にも蓋があって開けました。もう、あ、やっちまった。気をつけてください。ちょっとこぼしちゃった。YouTuber の人は気をつけてください。傾けると結構出ます。でもまだまだ全然いっぱいあります。まだまだ。出たのは6分の1ぐらい。7分の1ぐらいか。出ちゃいました。これも絵的に面白いからいいか。もうこのままダイレクトでやっちゃいます。男の子なんで。こんな感じ。もうサラサラのパウダー。やっぱ初回なんでね、もう、とりあえず、やってみて、あとから、適色とか分かってくると思うんで。とりあえずこの子、歯ブラシ半分ぐらい、ちょっと山ができるぐらいに持ってみました。じゃあ、早速。これ普通歯ブラシってペーストじゃないですか。でもこれ粉なんで、これサムネになるかも。サムネ、味はないな、味ない。
こぼした部分ね、もったいないから回収しようと思って、ちょっと入念にやってます。で、一回振ってみましょう。結構ね、4回揺すいだけど、まだ、ついてる。わかりやすいね、これ黒いから。磨けてるとこと、なんていうの、揺すげてるとこ。面白い。ベロが。要は、これ黒いから今わかるけど、普段も歯ブラシもベロってこんなになってたんだ。ってのがわかる。ベロに、表面についてたんだ。歯磨き粉が。ということで、洗い終わったんですけど、磨き終わったんですけど、なんか心なしかたった1回だけど、なってるね、これ若干。若干白くなってる気がする。これ効果あるな。これ半年続けたらすごくなりそうな気がする。1ヶ月後もう1回、リポートします。今日が2013年の11月9日。だから、5月。半年後。2024年の5月。もう一回これ、ご報告します。半年だったらね、どうなったか。これなるわ。白くなる。これだけで、たった。これね、一回、換算すると、一回につき200円かかんないみたいです。100何十円か。150円もかかんないぐらい。ちょっともう一回調べて、概要欄に後で書いておくんで。150円前後だった気がする。その1回の使用量。そんな感じで今日はね、貧乏海外移住ラッパー、貧乏の大人を代表して、安上がりで効果があって、体にも悪くないホワイトニングをしてみたの回でした。また半年後、お会いしましょう。手が、炭が、チャンネル登録、気が向いたらお願いします。モチベーションにつながります。ということで、サラリーカップ失礼します。ありがとうございます。